バールーフ・マーゼル・バールーフ、マーゼルは、イスラエルのユダヤ人政治活動家。元ユダヤ国民戦戦闘首。イスラエルの主流メディアにおいては、現代イスラエルにおける最大の大物右翼と、形容されている。ヘブロン在住。1959年4月23日、アメリカ合衆国のボストンで生まれる。生まれて、すぐに、家族ともども、イスラエルに移住した。 イエシーバーを卒業後、20歳の時にイスラエル国防軍に入隊する。1982年のレバノン紛争におけるイスラエル軍進行に従軍した。軍を除隊後、軍の上層部はマーゼルにアメリカに行くよう命じ、彼はアメリカへ渡ってイスラエルの広報活動や援助を求める活動などを行っていた。その後、 ラビメールカハネが創設した極右政党、カハの幹部を務めていたが、イスラエルからのアラブ人追放などの人種差別的心情を理由に、1988年に選挙資格を剥奪された。1990年にカハネが暗殺されると、カハネ主義運動の事務局長となる。また、時を同じくしてカハネの息子ビニアミンゼーブカハネが、カハネ杯を立ち上げている。 しかし、両グループとも、1994年に、カハネ主義者、バー・ルーフ・ゴールドシュテーンが引き起こしたマクペラの洞窟虐殺事件によって、アメリカとイスラエル両政府からテロ組織と認定される。2004年に、カハネ主義政党、ユダヤ国民戦線を創設。2006年の総選挙の選挙期間中に、マーゼルは、イスラエル国防軍の兵士に対して、 ウリアブネリと、その支持者の殺害を実行せよと呼びかけた。しかし、この選挙では議席を獲得できなかった。2009年の総選挙では、元カハ党員の同志であるミハエル・ベンアリが、国家統一党を構成するネオカハニズム政党、エレツ・イスラエル・シェラヌより立候補し、当選を果たしている。2013年の総選挙には、強いイスラエルより出馬。しかし、 議席を得られるだけの得票を獲得できず、落選した。2015年の総選挙では、強いイスラエルを、強い、ユダヤ人と解明し、また、元シャス党首、エリ・イシャイが立ち上げた新党、ヤハドと統一会派を組み、比例4位で出馬が決定。各種世論調査の通り、一びは、当格が出たものの、これまでの発言を問題視した、中央選挙委員会により、 人種差別主義者であると審判され、これに対する酵素も最高裁によって、帰却、落選が確定した。2018年3月現在、保守系、テレビラジオ放送局、アルーツシェバのライターとして活動している。2005年2月に、当時の首相アリエル・シャロンが、ガザ地区等撤退計画をぶち上げた。これに、イスラエルの極左政党であるハダシュが3位を表明した。 これに憤慨したマーゼルは、ハダシュ党首ムハンマドバラカを、お前とお前の友達を含め、先に、他の社会階層に対して実行されるのは時間の問題だと脅迫した。パレスチナのヘブロンで、極ク,クネセト議員ミハエル・ベン・アリと、イスラエルでは有名なカハニストであるイタマル・ベングビル、ラを引き連れ、パレスチナ人が運営する商店や、街中のパレスチナ人たちに、 アラビア語で書かれたビラを配る、嫌がらせ、行為をしたことがある。内容は不明だが、受け取った。パレスチナ人たちは、一様にビラを破り捨てていたので、相当不快な文言が書かれていたと思われる。アラブ人以外に、同性愛者の殺害も主張している。ラジオ局の取材において、同性愛者に対し宗教戦争を行うべきと主張した。ありがとうございます。